難しいですね。なんかそのギミック考えたりしなきゃいけないので大変は大変なんですけど、そこがまあカチッとこう出来上がった時はやっぱ面白いですね。途絶えたはずの伝統工芸に再び光を。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は自在置物作家、満田春男。大学時代、京都旅行で出会った古の工芸品に魅せられた彼は、自在置物の唯一の後継者となる。自在置物っていうのは、それこそ明治で一回ほとんど途絶えた工芸品だったんですよ。で、僕の師匠が日本では唯一、その明治から続く自在置物をギリギリ継承していた方で、で、僕はたまたま運よくその方と会うことができたので、ちょっと弟子にしてくださいって話をして教えていただいたんですけど。江戸時代末期、鎧職人たちがその技術を注ぎ込んだという自在置物。それは金属を自在に操り、極限まで本物に近づけるだけでは終わらない匠の技。置物として置いた時も当然見栄えがいいんですけど、リアルに作るだけではなくて、そこにその本物と同じぐらい動きも再現する、実はこれ動くんだぜだとかっていうのが、江戸時代もやっぱり楽しまれていたものなので。本物で動くところは全て動かせる、それこそが自在置物の自在たるゆえん。遠い昔、職人たちが受け継いできたプライドと技、過去から未来へ、今そのバトンを渡された満田春男のブレイク前夜。師匠と会って話してて、自分が作ったものをそれこそ100年後200年後だとかに恥ずかしくないものを作れみたいな話を僕もされて、それがすごい心に残ってるので、僕が恥ずかしい仕事をしたら、それこそ師匠だとかそれより前にもこう恥をかかせることになるので、そういったプレッシャーみたいなものはあるはあるんですけど。いや、明治のもの、いや絶対超えてやるみたいなのからスタートしてるので、目指すところっていうのはすごい分かりやすいですね。